渚海より渚の方が綺麗だよ。大好き。ジュテーム。大好き。ジュテーム。あたのゆんが私をどうしちゃったの。ことのちゃん、今日のことのちゃん大胆すぎるよ。渚、お弁当食べないの？あ、ごめん、ちょっと考え事しちゃってた。雑誌の企画のこと？ミラクルアイドルバースデーだっけ？うん、やってみたかったことを叶えてくれるお誕生日企画なんだけど、特にやりたいことが思いつかなくて、アンケートそろそろ出さなきゃいけないんだけどね。そっか。なら欲しいものとかない？こういうものが欲しいから買いに行きたいですって書くのもありだと思う。ショッピング企画か。たまに見るよね、スタッフさんにじゃんけんで買ったらプレゼントとか。うん、王道で面白いと思う。何か欲しいものない？興味があるものでもいいし。特にないかな。そっか。何でもいいと思うけど。あ、一つあるかも。本当？琴乃ちゃんのタオルかけてるハンガーが壊れちゃってたから買ってあげたいな。渚、私じゃなくて渚が欲しいものがいいと思う。じゃあ琴乃ちゃんのサインとか。冗談はいいから。はぁ、どうしようかな。もう、なんで琴乃ちゃんが悩んでるの？本当にどうしよう。渚がやりたいこと。渚が欲しいもの。失礼します。琴乃ちゃん、今日は一緒のお仕事やね。渚か。渚の。琴乃ちゃん？おーい、琴乃ちゃん！琴乃ちゃん！ゆう？ごめん、私、楽屋間違えた？ちゃうって、うちが挨拶に来たんよ。もう、全然気づいてくれへんから寂しかったわ。ごめん。今日はよろしく。台本読んだ？もうバッチリや。で、何を悩んでるん？なぎさちゃんのことやろ。ええやん。うちが聞いたるって。先輩に何でも話してみ。ちょっと、先輩って。確かに先輩だけど。なるほどな。なぎさちゃんのアンケートがなかなか送られてこない、と。うん。それで時間もないし、編集部の人たちから、それとなく聞いてきてほしいって頼まれたんだけど。やりたいことも、欲しいものも思いついてなかった。編集部の人たちに遠慮してるってわけでもなさそうやな。渚っていつも譲ってくれるし、物欲とかあんまりないのかも。桃が好きなのは知ってるけど、月下の方でお祝いするときに桃のケーキを送るから、かぶるのもどうかなって。ふむふむ。せやけど、簡単ちゃう？なぎさちゃんが大好きで、絶対に喜ぶものがあるやん。そうなの？知らんの？なぎさちゃんの大好きなもの。みんな知ってると思ったんやけど。教えてくれないならいい。他の子に聞くから。冗談やって。琴乃ちゃんが可愛いから、つい意地悪したんや。ほな、気を取り直して発表するで。それはズバリ。琴乃ちゃん、
あんた自身や。え？